1球目、まっすぐ、いいまっすぐという感じでも見受けられましたが、ファールボール。去年は防御率 1.35 と、ツーボールアンサイから直球打った、打ち上げた森脇に対して古賀、これはサードへのフライ。中村武也バッター、源田に2球目ストライク。今年は開幕からこうね、中継ぎでしっかり行ってもらうとありがたいですが、ワインドワンから3球目いう打席出塁です。ストライク、外側から小さく曲がりました。カットボール、これで見逃し三振。初球空振り、力のあるボールカウントワンストライク、投球2球目ピッチャー森脇、空振りかファー、転がってきました。昨年は防御率 4.02、 カウント 2-2、 森友に対して森脇空振り三振。最後はコースまっすぐ、素晴らしいボールを見せつけました。順調なキャンプ調整ぶりがうかがえた森脇、三者凡退のピッチング、2三振です。